さんこんにちは、シエルです。今日はゲームオブスローンズのイベントファイナルナイトにやってきました。最終章のファイナルエピソードを鑑賞できるということで、それも楽しみにしてきました。果たしてゲストは誰なんでしょうか。会場の受付ではスターチャンネルさんからお土産が配布されていました。この中にはキャラクターのクリアファイル、そしてステッカーが入っていました。そして私は取材チームとして待機場所があったんですけれども、ここでなんと玉座を発見してしまいました。ここで後にゲストの方の囲み取材が行われました。会場の入り口にはナイトキングとの撮影ブース、ここはねかなりの大行列でした。そしてその奥には玉座に座ったキャラクターたちのパネルがずらり。この辺りもねファンの皆さんが写真に収めようとかなり賑わっていました。果たして最後に玉座に座るのは誰なんでしょうか。朝リアルタイムで放送された最終話を見ていない方も参加しているため、会場ではあらゆるところにこのようなネタバレ禁止の看板がありました。で、会場はかなり広くてですね、抽選で選ばれた500名のファンの方が集まったそうです。ゲームオブスローンズ速報。最終章に向け行われたスターチャンネル独占インタビュー。そしていよいよ GOT ファイナルナイトの開幕です。 MC はゲームオブスローンズ大好き芸人のセブンバイセブンのお二人、宮平さんと玉城さん。玉城さんはもう自分の名前を名乗らずサムですという登場から始まりました。二人のねゲームオブスローンズネタがね本当に面白いんですよ。愛を感じます。そしてスペシャルゲストは坂上忍さん。このイベントのために朝の放送を見るのを我慢して会場にやってきてくれたそうです。ちなみに坂上さんが好きなキャラクターはジョン・スノーということで、セブンバイセブンの2人からはなんかティリオン好きそうなイメージあるけどねという話をしてました。もしも演じられるならどの役という質問では、サーセイ、ジョフリー、ラムジ、ベイリッシュ。ゲームオブスローンズの面白さは悪役の描き方だと、悪は悪のまま貫いていく姿、映画でもドラマでも悪役をしっかり描く作品はいいよねという話をしていました。トークショーの中ではブランからのメッセージ映像の上映もありました。最終章第5話見てどうでしたかという話では、宮平さんはブライアニーがジェイミーに騎士にしてもらうシーンがとても印象的だったと。敵味方が、決戦に向けて団結しているシーンは本当に泣かされるよねと、サムコと玉城さんはジョン・スノーのまっすぐさに感心すると、はい、あとはやはり第3話のねホワイトウォーカーとの戦い、90分の戦いがあっという間に感じるよねと。そして坂上さんに芸能界で玉座に座るとしたら誰という質問がありました。はい、ちょっとね答えたくなさそうだったんですけれども、無理やり答えさせられていて、最終的に出た答えがバイキングの小峠さん。その理由が、玉座に座った人によってはその世界が決まると、ジョン・スノーのようにね欲がない人が座るべきだと、ね、そのあたりがね、小峠さんは本当にいい人のようで、絶対にいや僕はいいです僕はいいですというような人だから、芸能界だったら小峠さんに座ってほしいとの話でした。そして最終章に向けて坂上さん第1章から見直していたらしくて、ファイナルエピソードを見るにあたってこれが最後じゃないことを願ってラストエピソードを見たいというお話をしていました。巨大スクリーンで大迫力のゲームオブスローンズでした。最初のもうオープニングから拍手がすごくて、で私はもうオープニング流れた瞬間に泣きました。もうね、あの曲聴いただけでね涙腺崩壊しちゃいました。みんなで最終章を楽しめて本当に良かったです。終わっちゃうのはちょっと寂しいんですけれども、今日は参加できてとっても良かったです。I know death. He's got many faces. I look forward to seeing this one. Everything you did brought you where you are now. Where you belong.
They're coming. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't feel. I promise to fight for the living. I intend to keep that promise. This is strange. Here we are at the last table read. It's like looking around and seeing your family. It's our biggest season ever. Every episode has as much in it as one feature film. It's like, oh my God. What was I thinking? Winter's coming, yeah. I can't even begin to imagine how this is going to look on TV. Here we go. Been doing night shoots. I'm broken. I could not have worked harder. I really have given this everything I have. It's such a magical place. It's hard saying goodbye to everybody. That was Emilia's last shot on Game of Thrones. This is a dream job, a director. This show saved my life. It's hard to fathom that I'll never be coming back. Best thing I've ever done.